狂い好き続きからプレイしていきたいと思います。怖いね。雰囲気が怖いね。BGM 何一つないからな。あるのは効果音だけ。よし、行こう。で、前回の続きでアイテムで月の鍵じゃねえな。ハスの鍵を手に入れたよね。で、早速やっていこうか。ここで使うんじゃなかったかなハスのお米を OK、いける。ハスの鍵。ハスの鍵を使った。ここに誰か入っていってたよね。使用人らしき人が。紫の手記。古びた紫色の表紙の手記だ。 ううなんかいっぱい書いてあるよ「大正5年10月8日」「先々代が建てられたこのからくり屋敷も学生寮としての改築が終わり本日から秋仁様ご夫妻もここで暮らし始めることになる未来ある若者たちを見守ることが楽しみなようだ小夜子様は体が弱いためお二人の間には子供は難しいかもしれないそのためお二人が若者たちを支援しようとする気持ちを私も尊重したい」 最初5年10月小夜子さまのはからいで住み込みで働く少女が来た実にまじめでいい子だ孫とも仲がよくこの調子なら早く仕事を覚えるだろう学生たちもこの寮生活に慣れ始めたようでいろいろ勉学に励んでいる様子に明仁様たちも喜んでおられる三影家の道筋であるこのやくももお二人が幸せそうで実に喜ばしいことだ元 探索はこんなもんかな。時間が来る前に集合場所に戻っておくか。あじゃ、一回みんなと集合合流これだけ結構広いけど。あら、マジか。そんなに大して調べられるものがない。この時計とか怪しくね。振り子の柱時計だ。相当電気が入っている。だけか。ま、あ、言うてまだ二回調べてねえもんな。じゃ、みんなと合流するか。みんな戻ってきたか。いないじゃん。あ、来た。あ、来た。 いや、一人いないよね。誰だ公平だ、公平がいない。何かあったかいや、今のところは。こっちも同じ。ここから出るのに役立ちそうなものもない。はああんまり進展ない感じか。公平はさあな、俺は知らねえ。一回見かけたけど、それ以来俺も見てないな。え、傘 公平のことだし少し待ってりゃ来るでしょはやと何その汚い子供用の傘汚いそこで見つけたなんか使えるかなーってあ名前が書いてある雨宮だってはえ急にえなあ何おいなんでこれがここにあるんだよお前やっぱりここに来たのかえそうなの知らない。 名字が同じってだけで偶然だろああ、でも、なんだっけ、前回さ、月を見た。なんか窓辺から月見たじゃんあの時になんか過去の記憶がちょっとペーって来たよね。あったよねは。は偶然なわけねえだろうが。雨宮なんて名字、ここら辺じゃお前らしかいねえよ。だから知らないって言ってるだろ。現に来たとしても、あの事故で何も覚えていないんだ。仕方ないだろ。というか、お前こそやっぱりってなんだよ。 <laughs> あーごめん二人の喧嘩の理由がわからないんだけどなんであれが神崎のものになるのなんで僕に聞く今の会話から察するにあいつの旧姓が雨宮だってことじゃないのあいつ僕と同じ片親だしそういうことねへえー、じゃあ覚えてないって何そうそれは真実あなんだっけオープニング画面で事故に遭ってたなそれで記憶がないのかこいつ 昔交通事故に遭ったせいでそれ以前の記憶がないんだよはあマジ全く覚えてないのああだからこの傘も知らないえっと遅いえ公平くん浩平だよいつまで待たせる気なんだ確かに遅いねいつもは時間にきっちりしてるのに面倒だけど二手に分かれて浩平を探すよ 僕は、シンと一緒に探す。はや、い、とはそいつと一緒に探して。えああ、うん。空気読んだ。なんてで,できる子。じゃあ、僕たちは西館を探してみるよ。2階の方も一応見てみる。わかった。じゃあ、こっちは東館を探す。シン、行くよ。ああ。ギクシャクしてる。みちる、みちるの傘で行っちゃってるし。ああ、さっきさ、2階でこんなの見つけたんだ。いっぱい見つけてくるな。地図。 んなんか特に新情報があるわけじゃない。あいや細かくいっぱい書いてあるわ。2階がこれね。1階。このバッテンある部屋気になるけど。何なんだろう。館内図入手した。へえいいの見つけたな。あ早く公平探しに行こう。おい。これは特にないよな。でここは空いてないんだよな。まあ、2階を見ていく西館を見た後に。でも西別に言うておうなんだ。公平いないね。 あ,あそういういことね一部屋ずつ全部見ていけってことかよっしゃ一緒に見ていこう浩平いないねなんかハヤトと一緒にいるとなんだろう気持ちが明るくなる浩平いないねってなんかずっと笑顔で言ってくれるのがとても良い浩平いないねそうだねどこにもいないねこっちは行けないのかとなると2階か来た運命の時間まだ、あ、2階は調査してないからなそれダッシュするはい、えー。そういえばこのダッシュあったの忘れてた 早すぎて操作しきれなないんだよなこれさどっかにさ秘密の部屋あるんじゃねえの地図見れねえ <laughs> 資料か案内図2階今がこれは俺のこのあ出てるかここに今いるんだよなここらへんかなんか絶対どっかしらにありそうな気がすんだよな秘密の部屋みたいなのまっ、あ、後々か ここらへここら辺調べたらなんか出てくるんじゃないのこういうやかにはな秘密の部屋があるって大概相場が決まってるんだよないか誰かの部屋なのかなここは鍵がほか,かってるうーっおおとおこれなんか使えそうじゃない使えないんお急に入れたよこ平へいないねえ、でもまあ、待ってなんか光ってたすごい何か気になるものがあったけど通れない入れたなにえ嘘！うそいきなり死んでる どういうことねえ、洸平、言ったああなんて、急に過ぎね。洸平これ、何の冗談起きなよ。さっさと起きろって。どういうこと今の叫び声、なん、はな、洸平がさ、さっきから柄からにもなく、ふざけてるんだよ。ほら、 みんなもなんか言ってやってよ。はやと。じや、やめなさい。ほら、こうへい、いい加減に起きろって、つまんないからさ。はやとえしんあ、あ、だって。とにかく、一旦ここから出よう。こんな場所じゃ。えなんで悪霊に殺されたってこと なんか潮に追っかけた。潮にらしき人を追っかけた。その後知らないもんな。なんで明らかに事故じゃない。それに、なんで2階に僕も隼とも公平を見かけてないぞ。それでも、公平が2階に行った可能性はあるだろう。あいつ、なんか様子が変だったし。それにしても、なんであんな。レイ、え、何え 幽霊だよここ呪われてるんでしょ目が死んでる勝手に入った僕たちを全員殺そうとしてるんだよだからここに閉じ込められてるんだよううどうした隼人はあ幽霊ってお前じゃあなんで公平が何でどこからも外に出られないの知らねえよ変な仕掛けが多いんだもしかしたら俺たち以外に誰か潜んでるかもしれねえだろうが怖それはそれで怖い 幽霊なんて、いるわけねえだろ仮に、隼人の言う通りだったとして、幽霊相手に、どうすればいいのそ,それは、でも、僕が期待って言わなければ、罪悪感あるんだな。とりあえず、今はこの屋敷から出ることが最優先だよ。早く、警察に連絡しないと。だったら、探索を続けた方がいいんじゃないか二人一組で行こうな。 危険なのは分かってるけど、ここにいても何も解決しないし。同意見だね。悪いけど、今は一人になりたい,いや。このタイミングで勝手に行動させてもらうからな。何かあったら情報共有はしてね。あと、21時までにはロビーに集合。忘れないでよ。ああ。二人もわかったえみ、みんな個人行動する気なのはやと。 大丈夫僕も、一人で行く。待て待て待て、死ぬパターンだぞ、それは。じゃあ僕も、お前ら、お前ら協調性なさすぎだろ、さすがに。マジかよ。こいつら、恐怖心を一体どこに置いてきたんだまあ、一旦公平の遺体を調べに行くしかないよな。やばいやばい。唐突な展開すぎて、まあ音。 いいきなななりパーンとは来来けど地味にに驚かせに来るよな何があったのマジで無言遺体を細かく調べることもできない基本的には光ってる場所だけ調べればいいのかなおなんかなんか気になる何あれ調べられないあセーブできるえあれ何なんかの模様そのうち使うのかないがかかっているようだいがかかっているようだ こら辺はボタンの模様セーブ鍵がかかってるまぁ、あ、やっぱ基本的にほとんどの部屋は入れないおっ兵ょ兵じゃねえわきょやだこ兵と混じってる、はああし疲れるねなんでこんな面倒な構造にしてんだかでもお前ここを初めてじゃないんだろまあね でもさすがにこんな変な構造だなんて知らなかったよ。何しに来たんだよ、こんなところに。一人になりたいときなんかにはちょうどよかったんだよ。あの人がいる間は、僕にとって家も学校もストレスでしかないからね。あの人父親のことだよ。社会的地位ばかり気にして、息子には興味ないくせに、問題を起こされると迷惑だからって、学校にもいろいろと手を回してるんだって。 わけありか。そういえば、お前の母親も似たようなもんだったね。どういう意味だよ。中学の時、お前にべったりで、些細なことでクレームつけに来てたじゃないか。部活どころか修学旅行にも行かせてもらえなかったし、まともな学校生活には見えなかったけどね。仕方ないだろ。元から精神的に弱い人だから、俺が支えてあげなきゃいけないんだよ。へえ。 しっかりしてるね別に結局は入院してるんだ俺は何もできていないこんな時に無駄話し,しすぎだねじゃあ僕は他のところを調べてくる見ちゃったみんな分けありの家庭だななんか京也もひとり親って言ってたもんね過去に何があったのかここは、はい、入れたああ何してんのそれ ん何これ裁縫道具お前、本当に一人で大丈夫か無理しないで、シンとか、京也と一緒に。嫌だえ今は、一人の方が気が楽なんだ。ほんとかよわかった。神崎は、僕のこと、怒ってないの。えだって、僕がこんなところに行きたいって言い出したから、きっかけを作ったっていうか。きっかけはどうであれ 屋敷に入ったのは俺の判断なんだからカイドウは関係ないよミチルぅみちるどんだけいいやつ関係ない僕は悪くないだったら昴平カイドウ平って本当に助からないかなは早く病院に連れて行けば助かったりしないかな実はまだ大丈夫で昴平が助かってそうなれば 僕のせいじゃなくなるおい、自分の保身に走ってるよ。他のところ行ってくる。早くここから出ないと、ね。絶対メンタルダメじゃん。カイドウ。みんななんでそんな一人行動するの俺もし仲間内で誰か殺されて一人で、あ消えた一人でこんなところに置いてかれるとか絶対無理なんですけど。 金庫は札のようなもので封がされている。鍵がかかっていないのに、なぜかは開けられない。封印かあれんーなんでこの金庫を開かないんだ。謎英語のレポートにじゃ、これも京屋に解読してくれる。しゃべっない。解読してもらうか。入れない？おなんか気になる。防災と書かれた。謎の仕掛けがあり、中央に四角い穴が開いている。防災。どういうこと？あこことか怪しい？黄昏。 女の子おい <laughs> おいなんだ今のはちょっとノックしてみてえなノックしてみるか三角形の衣装店に入れたおどこで使うんだ一回セーブしてみっかセーブしてどこだっけセーブポイントえ公平こっちかここで一回セーブしてオッケーノックしてみようよし来いバーンってきても大丈夫だからバーンってきても,もすぐ逃げれるから ここか来るぞ来るよノックしてみるはいあ、来いはえ、鍵開けてくれた結構フレンドリーな方あ,あ、何もなかった怖い怖いヘりカゴのように動く馬のおもちゃだ俺もこういうので遊んだことあるのかなもしかしたらな子供の頃にあるかもなさっきの女の子いなくなってるけどフリルが派手なフランス人形が置いてある 武器ミサは日本人形といい勝負だな。日本人形怖いよな。さっきまでここに女の子がいたはずなのに。いなくなった。たあ、誰え誰誰こっちノクして。うおお逆から来たど、どこかに隠れないとえ、え、ここしかないじゃん。ここしかない。大丈夫セーブしてきてよかった。公平、こいつに殺されたのかあれ真 真あれさっきのハサミを持った男はなになになにいきなり扉バーンとか来ないよな。どうなってるんだとりあえず出るか。騙されうお<ー>おびっくりしたおいおいおい,おい、マジでほんとに、普通にびっくりしたし。はちょー、おま、なにこんな時に遊んでんじゃねえよち、違う 誤解だこそこそ隠れて何してたんだよ。変態かお前は,は。女の子が中に。それにさっき、ハサミを持った男も見たんだ。お前こそ何も見てないのか。さっきまでドアの前にいたんだぞ。は何も見てねえよ。そんな、確かに。おい、これ。英語の絵日記、英語ばっかり。代わりに共有して。 今日親に翻訳しろろ。って伝えろ俺は周辺を回ってみる。あ一人でもし、言う。お前までそんな馬鹿げたこと言うんじゃねえよ。どういうメンタルしてるの、こいつら。お前、なんでそんなに否定するんだはさっきのカイドウに対してもそうだ。なんでそんな。なあ、昔のこと、何も覚えてないんだよな。は またその話か覚えてないって言ってるだろうじゃあカケルのことも思い出せないんだなカケルああ俺の双子の弟だっけお前が事故に遭った日以来行方不明だけどなお前らいつも同じような服ばっか着ていつも一緒にいてすげえ仲良かったんだぞこれカケルとミちる入れ替わってる的な感じなのかなもしかして なんでいきなりその話になるんだよ。そんなこと言われても覚えてないって。お前、昔からそうだよな。否定ばっかして、少しでも記憶を思い出そうとしたことあんの <laughs> さっきのセリフ、お前にだけは言われたくねえよ。みちるじゃなくてかけるか思い出そうとしたよ、昔は。こ 怖かった、もう。そうだな。もう入りたくないよな、これ。めちゃくちゃ怖かったわ、もう。あの女の子は、あの女の子は。もうトラウマになってんじゃん。普通にびっくりしたし。普通にびっくりさせに来たし。あれこの先って言ったっけ鍵がかかっているようだ。もう、BGM もないから怖さが3割増し。英語のレポートの翻訳を教日に頼む。今日やレポートに、また出てきた頼む。 報告さっき隼人が言ってた西館開けたぞ俺は他にも調べたいとこあるから誰か代わりに調べろお西館のどっかが開いたのか図書室を調べたけど背が届かなくて棚の上までは調べられなかった隼も届かないから神崎が調べているオッケー図書室ってここのことだよねあ本棚のどうとか言ってなかったどれ え、ここじゃないのここあれあ、途中下あっちか。場所勘違いしてた。まあいいや、後にしよう。西館のどっか開いてあって,言ってたよな。どこだっけ、閉まってたのここか。鍵がかかっている。あれここかいや、ここは入れたよな。あれどこだ まあいっか、図書室行こう <laughs> 迷子になったときはしょうがない。レポートはまだかあここらへんかもしかしてドアノブがないここはそもそも入れない入れないなじゃあ図書室行こうかお、はい図書室の全然ここ図書室じゃねえなここじゃねえかえ俺、迷子になってる こっちは鍵閉まってるとこあったっけないよなこの先ってか絶対さあの投、ー、げ壁に立てかけられてる板あったじゃん絶対あれ使うよなどにもなりまこれ部屋の移動してれば勝手に時間進んで英語のレポート翻訳…ずっと落ちてくるレポート翻訳してくれてねあれあ何回も調べないといけなかったか <laughs> おかしいないなかったのに絵日記完了してるんだけどこれどういうことマカ不思議ファンタジー起きてる調べとくか絵日記完了シーンがこれの何を気になったのかは謎だけど適当にやっておいた残念だけどさっきのレポートより役に、えー、立つ情報はないみたいだねでこれで一応手に入ったのかなレポートか、えー、絵日記完了かであとははやと絵しン 報告これか西館開けたぞ西館開けたぞってどういうこと二階の西館って意味なのかな少女の日記おうちまでまでまでちゅ戻れ戻れ11月 8, 8日今日は日本にお引っ越しみんな背が低くて同じ顔をしているわおい家はとっても広いけど私の部屋は草の匂いがする小さなお部屋で最悪です金持ちか ?11 月11日ポッキーだ退屈お父様はお仕事お母様は家事 アロールド兄様は日本のお人形を可愛がっている。ア,ルドアロールド兄様ってあのハサミ持ってた人じゃね服は綺麗だけど顔がブサイクだから私は嫌い。でも男らしくない兄様はもっと嫌い。お人形趣味なのかな ?11 月13日。兄様がお母様からハサミを借りてるわ。またお人形作りかしら。器用だな。お母様は困った顔をしてたけど、兄様は嬉しそう。男のくせに気持ち悪い。いいやん。今多様性の時代やぜ。 11月17日、兄様がまたお父様に怒られていた。お人形で遊んでることがバレたみたい。お父様の命令でお母様は裁縫道具を募集してた。兄様はお部屋に閉じこもっちゃったあだだ。11月19日、兄様が隠してあった裁縫道具とハサミをお部屋に持っていくのを見たわ。やっぱりバカね。明日お父様に言いつけちゃおう。妹余計なことするからお前。ここで日記が終わっている。お兄様がブチ切れて妹殺しちゃったのかな。なんかそんな感じがする。え、でも特に何もなかったぞ。 もうか回移動すっかはいどうねあいっかじゃあ「西館開けたぞ」とか言ってたからちょっと見てみっかこっちだこ,こっちかもしかしてあーやっぱそうだこっちさっき行けなかったよねあ行けたっけ9月30日14時より英語学習特別講師三浦茂教授デリック・サクソン氏と書いてある次回の講習内容のようだえー、うーん おそらく講習で使うと思われる備品が置かれている特にない誰かの書が飾られているタピつすぎて読めない文字がある当時の教科書や問題集が多く並んでいる勉強熱心な住人が多かったようだあらここの教室は特に何もなしかこっちもおここ図書室じゃねあここの本かもしかしてここの なんか上にどうたらってこれか高すぎて手が届きそうにない肩車できねえかああなんかここらへんのこれこれ動きそうじゃないはいちょちょょ、動いた動いた動いたのポケモンで鍛えた海力士の海力はさあれ俺間違えてねあれこれいけるこれ部屋でちゃうんじゃない当てなかったういーはい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 でこれ まだ手が届かないどうしろと本積むこれえ、ど、ど、どうしたらいいの <laughs> 片車できるわけじゃないよね。まだ手が届きそうにない。ほんとになんかない適当に本、ガサーって取って、重ねて乗っちゃうとか。アートにするか。 これ台座戻っちゃうのかな戻ってないよかったこっちはあーこれに繋がるのかあこれかもしかして使わない入れないじゃあやっぱこっちで何かするのかえどれとか低い場所があるとか歩いていくとか積んだぞー ちょっと待ってて。はい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 。わかったわ。なあ、どうしたらいいんやこれと思ったけど。これ絶対これだ。やっぱり。<laughs> なんか長物ねえかなと思ったら、ここで傘使うんだ。やっと取れた。桜の影。思ってたより傘が役に立ったの。ほんと、もうびっくりした。ほんとに役に立ったあ。何か思い出してる。うわあ、さっきより雨が強くなってきちゃった。かける。大丈夫 ちょっと寒いなんでずっと雨よどりもしないで立ってたのせめて木の下にいればよかったのに。だってみんな来ないから木の下にいると僕に気づかないと思ってそんなのどうでもいいよあいつなんて真のことかミチル怒ってるの僕のせいああううん全然違うよそっかよかったヘクチョン風邪ひいたのああ このままじゃ風邪ひいちゃうよ。ごめん、俺も一緒に行けば。練習休めばよかったな。ダメだよ、もうすぐサッカーの試合なんでしょ。それにみちるは何も悪くない。僕が傘持ってこなかっただけなんだから。でも、僕もさ、ピアノの練習頑張るから、一緒に頑張ろう。うん。早く帰らないと、お母さんに怒られちゃうね。みちるのこと、心配しちゃうよ。 かけるのことも心配してるよ。雨が止むまで、もう少しここにいようか。あ、そうだ。んどうしたおぉ、一番重要なところが思い出せない。つ、今のは俺の過去。あれが昔の俺とかけるなんで、いきなり。頭痛くなってきた。早くここから出ないと。降りるか。 おそうそう時間が9時までになんかロビーにまた集合とか言ってなかったっけうんてか待て何て見えたあ桜の鍵か桜の鍵は確か西館だったっけおレポートありがとう翻訳できたよ何とも言えない内容だけどそれについては任せるよ僕は他を調べる今日は有能すぎる調査報告書にバレリオモンレオーネ 11月9日この屋敷はからくりという仕掛けが対応されているらしい厄介なことだおら絶対隠し扉あるこれ失踪した投手の調査を進めた結果彼は日本人でありながら英語にも精通しているようだとなるとあの魔術書も読めたかもしれない魔術書噛んだ <laughs> 気になる魔法人を見つけたが魔法人こういう類のものは下手に手を出すとかえって厄介なことになる場合もあるあの本を見つけないことにはこの人の意味もわからない 現在調べられる部屋は調べたが魔術書への手がかりはないこの機械な屋敷のことだ隠し部屋があっても不思議ではないまずはそれらを見つけることが必要か11月18日さらなる調査を続けた結果娯楽部屋の隠し部屋を発見したおまた見つけた手紙からは予想外な情報を得ることができたもしこれが事実ならばこれは厳重に保管し鍵を渡さなえー、探さなければうーんまあ、娯楽部屋は とあの、この資料から読み取れるんじゃねーか娯楽部屋、あった。2階に死刊。隠されて、え隠し通路っぽい感じだったっけまあいいや、後回しにしよう。桜、桜。ここだっけあ、来た。アイテム。えー、桜の鍵。えめちゃくちゃ調べる場所あった。<laughs> びっくりした。2階じゃないよね、ここ。 めちゃくちゃ探索範囲増えたでも何もないそのうちここも調べに来るのかここはあ鍵を開けたああ、はい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 ここに繋がるわけね、なるほどで、ここは、お、何かあるお父さんとお母さんの寝室かなろうそく。どこかで火を灯せる 火ついてる場所ってあそこか書庫？書庫？書斎？なんだろうあそこ？みんなで一回集まって会話したところだよな。なんだなんだ？丸い石。なんかちょこちょこなんか手に入るんだけどどう使えばいい？三角形の石丸い石。使いところわかんねえ。なんか今のところない気もするが。広ー？ここは？ここ娯楽室か。 ここが英語のレポートに書かれてた部屋か。ちゃんと調べてみるか。ここ怪しくね。ここ、ここ、ここ。カウンターの壁にダイヤルがある。ほら、わかんねえわかんねえ。パス <laughs> ワードまではわかんねえ。パスワードのヒントがどこかにあるわけでもな。絶対ヒントやん、これ。青、赤、黄色、緑。どういうこっちゃねえ。あー、わかったわかった。分かった 青、赤、黄色、緑。赤い玉に3と書かれている。あ、そっちか。全然違ったわ。<laughs> いや、部屋の中にさ、青色と赤色と黄色いものがあるのかなとか思ったけど。そういうことね。ビリヤードの玉ね。で、青、赤、黄色、緑の順番で見ればいいのか。青だから紫かい。青じゃないんかい。黄色。1。黄色は1。白と黄色の玉には9と書かれている。 ビリヤードのた何とかわかんないんだよな。あーあったあったあった。青青青。青。2。2、3か。上確か3だったよね。まあ一応見とくか。2、3。2、3。黄色黄色。2、3。オレンジか。ちょこっちか。2、3。9。 六二三九六二三九六二三九。何。二三。六九とか。なんだと。あ、いや、違う。ここに黄色の玉いた。おえ。一。だから、二三。二三一六か。全然違うや。ん。<laughs> だいぶ違ったや。ん。 二、三、一、六。はい、った。そこか、秘密の扉。棚が動いた。結構そんなに謎解きないとった誰女の人待て待て。待て待て待て。一回セーブさせてくれ。<laughs> ここで死んだらシャレにならないし。じゃ一回、一回後にしような。ちょっと待ってろ。一回セーブしてこいよう。あ、だれ、ない取れない,取れない、うん。あそこ絶対あれだ。 いい板使う。セーブ、セーブ、セーブが遠い。ここら辺だっけあ、ここか。あ、これじゃねえ。セーブどこだっけこっちだっけこんな、なんか、また選択肢ミスって殺されるみたいな、そんな展開上だよ。あの、芯が入ってきた時あったじゃん部屋に。あそこ選択肢っていうか、その隠れるのミスってたら、殺されてたのかな。どうなんだろう。まう、あ、とりあえず、 初見で攻略できたからよかったけど。かっこむよし、行こう。急げ、急げ。女の人が泣いているからな。助けに行かなければ。助けに行くのか、俺が始末されるのか、どっちなんだい。俺、ギャン泣きしてるやん。入る。大丈夫ですか、おじいさん。うおぉ、いきなり殺しに来る これは多分お兄ちゃんが殺して回ったってことなんだろうな痛い痛いつっ何だよ今のでもミチルはこの家族と関係あるわけじゃないよねきっと悪霊に取り憑かれてんなこのレポートさん探索はこんなもんかな時間が来る前に集合場所に戻っておくか今日やが忙しいな探索レポートガンガン持ってくもんな時間は ?8 時41分 ちゃんと時間しっかり刻んでんだよなこれオーバーしたらどうにかなんのかなまあ、その不安はとりあえず後回しにしてこれもうハヤトとか絶対戻ってこなそういたわちゃんといたしがいねどう進展あった英語のレポートさんを今日矢に渡したまた英語イエスなあ誰か見かけたりしてないかその… 外国人とかはいやそのんカイドウ大丈夫か全然大丈夫じゃないよね顔色真っ青なんだけどもうダメだよ出口なんかないんだ諦めるのは早いよ全部見て回っただけじゃないしん全部見て回ったわけじゃないし死んだってまだ戻ってきてない無駄だよ この屋敷自体意味わからないしさっきから僕たち以外の気配だってしてるそれにあちゃんと気づいたらなんだなここにいると気持ち悪いんだよなんかなんかそれは俺も同じだよだから早く脱出方法を探さないと分かってるよでも僕がこんなところにつっ 開けよ。開けって。カイドこれさえ開けば助かるんだ。これさえ開けば、これさえ, <laughs> 置いえ。開いた。え開いたな。ディるんじゃ。さっきまでピクトも動かなかったのに。早と、どうやって開けたんだ来なきゃ。え早く、連れてこなきゃ。ちょ、ちょ、え ハヤトと、と、と、しんこ、公平行ったどっち一体、何を今日や、シンを探してくれ。俺はカイドウを追うから、何か、嫌な感じがする。わかった。え、これ、扉閉まんないようになんか処置しといた方がいいんじゃないでも、その前に、何かドアに挟むものない。せっかく開いたんだから、この状態をキープしないと。 逆だった日記。日記じゃねえか、メモ帳とりあえず、これでいいだろ。ああ、早く二人を連れてこないと。一人でもいいから出た方がよかったんじゃねこれ。大丈夫カイドウを。上に行ったってことは公平を迎え。何の音悪霊を歩いてるって。ん今の、なんだ何なんか倒れたような音しなかったおーい。な、 くそ遠回りするかこっちから行けるよねこの遠回りのせいでタイムロスをこ…おいあどういうこと違う公平を連れ出したあ、そうだ、やっぱり公兵を連れ出してんだこんなに出血多量だったのそしてここで使うんだ、これもっと別の場所で使うと思ってるおお、頑張って引きずってる お前、どうかしてるぞ邪魔しないでよ。公平を早く病院に連れて行かないと。死んじゃうだろう。もう亡くなってるんじゃないのか。は何って。渡りはもう死ん、死んでないまだ死んでない。死んでなんかない。ただ、怪我しただけだよ。自分じゃ動けないみたいだから、僕が連れて行かないと。だから、ね。 お願いだから、邪魔しないで。壊れちゃった、ハヤトが。やめろよ。やめろって。はやと、お前、何してんだよ。悪ふざけにも程があるぞ。そっちこそ何してるんだよ。早くしないと、公平が死んじゃうって言ってるだろ。邪魔するなよ。この人殺しどもが。ええー、な、病院に連れて行けば助かるって言ってるだろ。なんで邪魔すんだよ。 お前ら、公平を殺すつもりいつもいつも偉そうにしてるくせに、こういう時には役に立たない。ふざけてるのはお前らだろ。あやと、自分が何言ってるか、わかってるのうるさい、うるさい、僕は悪くないい <laughs> おい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 僕のせいじゃ、こんな、僕だって、こんなつもりじゃなかったのに <laughs> シンカイドウを止めろよはハやとやめろ離せあちょええー、負の連鎖すぎるだろは、はやとち,ち違う そんなつもり、僕は、そんなんじゃ。わかってる。落ち着け。落ち着くんだ。落ち着け。僕、こんな。今日や、外に行こう。これは事故だ。わかってる。わかってるから。行こう。絶対開かなくなってる。オラやっぱり閉まってる。あ。ぬか喜びってやつ いい加減にしろよくそ。繰り出しに戻るってことか。さすがにきついね。呪いかも。呪いって、お前。だって、明らかにおかしいことばかり、起きているじゃないか。いい加減、その可能性がないとは言い切れない。お前たちだって、うすうす気づいているんじゃないのか。これ。 早めに終わったから果たしておく調査報告書さん書いてあるなんということだまさかこの屋敷全体が呪われていたなんて今まで不穏な空気を感じなかったというのに今日の夜だけは明らかに違うこれが魔術書の力なのかあ満月のせいってこと息子が妻と娘を殺害したこれも屋敷に蔓延する呪いの影響かあのような悪魔の所業をアロルドがするはずがない アロルドはみんなのせいでそうなっちゃったんじゃないか違うなんとしてもこの屋敷の呪いを解明しなくては、アロルドって多分花のハサミ持ってたお兄さんのことだよね。この屋敷に閉じ込められた今、そうするしか道はない。万が一のために教会から支給された聖水が役に立つはずだ。あれは手紙とともに金庫に保管してある。ああ、金庫。早くしなければ、私自身がこの呪いに侵される前に、息子がこれ以上、罪を重ねる前に。ああ、オルガ。 コーネリア、救えなかった私を許してくれ今までの集めた情報からしてその線も捨てきれないねじゃあどうすんだよ脱出路だけじゃなくてこの屋敷に関するものも探っていくしかスマホのバッテリーも切れそうだしあまり時間がない手分けして探そう京也が呼びに来た時2階の東館に行けるようにしといたから気になるならそこも調べろ わかった。二階の東館か。なんかシーンは最後まで生き残りそうな雰囲気あるよな。次、京也が死にそうな気がしますね。はい。ということで、栗月、一旦ここまでとさせていただきます。地獄絵図すぎる。もうなんでこんなことになっちゃったの軽はずみな気持ちでここに遊びに来た結果、友人、 友人なのかわかんないけども、二人失うという。かわいそうすぎん主人公。はい。とりあえず、一旦終わります。シュヤンでした。怖いね。またね。